る。パパトンです。ママトンです。今日はですね、ママトンが、まあ、妊娠してお腹がね大きくなってきたということで、マタニティペイントやってみたいなと思います。マタニティペイントそう、お腹に絵を描くんですが、お腹に絵を描く、はい、ヘノヘノマヘジ、やだやだ、ほんと可愛いの描いてヘビヘビエヒメ、ヘビヘビエヒメで、今回はパパトンとライトンに描いてもらおうかなと思います。よし、あ、パパトンの絵、じゃあもうヘノヘノマヘジ描いてやだやだ、ほんと可愛いのでお願いします。おい、言葉で殺された。どういうの書けよ、大人なんだからちゃんと考えて、そんなに考えられるんだ、やばい、やばい、言葉に怒られた。じゃあこのね、はい、絵の具セットでお願いしますということでいいですか。じゃあ可愛いヘノヘノモヘジ、それもダメだった、それもダメだった。じゃあ行ってみましょう、はい、レッツゴー。いや、そうね、ちょっと可愛らしい動物とか描こうかね。すごいなんかあのパステルカラーっぽいのをねちょっと入れてみてね。ちょっとあのやっぱ綺麗なねカラーリングにしようかなと思うんですけど、いかがでしょうか、ライト、ライトが描いてるの、描いてるの、描いてるの、それは筆で撫でている、うん、やってみようぜ、一回やってみる。そのどんな絵かっていうのはちょっとね、あのネットでちょっといいヒントを見つけたから、ちょっとそれをやろうかなと思うんだけど、どうでしょうか、ね、マタニティアートとかマタニティペイントでちょっと検索したら、やっぱね、いろんなね写真が画像がいっぱいあったんで、その中になんかねすごくおしゃれというか、なんかほのぼのした感じのやつがあったんでそれやってみようかなと。ドラムじゃないよマッチはドラムじゃないよ。じゃあちょっとやってみようぜ、うん、うん、じゃあそれやってみましょう。はい、じゃあ用意するものがじゃーん、こちらですね、パレットですね、はい、はい、これ絵の具、はい、これは何だっけ、これ何、この中に入ってるこのデコボコは、うん、デコボコはこのデコボコはね、うん、この使った絵の具の色を落とすために使う、あ、なるほどね、そう、あ、そんなあったんだ、そう、水でね、水でね、でじゃあちょっと水も入れておこうか、そう、これね、ちょっとね、緊張するんだよね。緊張する。オッケー。ちっちゃ。それだけ。え、でもこれ結構広がるから。あ、本当。シロトン。シロトン？シロトン。いいやしょ。おー、バリウムだねこれね。よっこいしょ。やっちまったな、やっちまったな、やっちまった、まあまあいいや、はい、絵の具あるあるってことで、絵の具あるあるってことで、はい、はい、ということで準備完了です。やばいさあ行くぞ。じゃあですね、はい、まずは、はい、なんとね、この自分の手のひらに、はい、この絵の具を塗ってね、で、手のひらで、あ、スタンプ、スタンプ、ペタンとやろうかなと。ライトンは手にオレンジを塗り始めました。今こんな感じ。お、あ、ライトンもいい感じじゃん。いい感じ、いい感じ、うん、はい、できた、お、できた、はいはい、こんな感じ、こんな感じだ。さあ、できました、これをですね、すげー、さあ、これをじゃあスタンプしたいと思います、はいはい、さあ、じゃあ行きましょう。じゃあですね、まずパパトンが行きます、行きます、ここに行きます、せーの、よいしょ、わー、じゃあライトンはここにしよう、ここ、せーの、よいしょ、冷たい、ギューってやってて、ギューっと、そうそうそうさあ行きます、もういいかな、せーの、よいしょ、うわー薄かった、くっそー、あ、でもライトンも綺麗、ライトンも綺麗、やっぱダメだったか、もう一回だな、おお、できました、パパトンの手の
スタンプ、はい、できました。まあ、ちょっとね、色が薄いんでちょっと後で付け出そうかなと思います。そうだね。うわすごい。青と白で水色を作ります。はい、もう色のミックスですね。そう、白で水色。じゃあピンクをね作りたいと思います。今度はライトは、はい、違う、今度はねこっちだから右手でね、右手を塗りましょう。大変だ大変だ。じゃあママとは左手で塗りましょう。こっちなんだよ。か書いてあげる。じゃあ、ね、塗ってもらえた。塗ってあげる。じゃあやってみる。頑張れ。わあ、筆の感じが気持ちいい。気持ちいい。筆。お、いいね。いい感じだ。綺麗じゃない？ピンク。あ、綺麗だね、ピンク、ね、ピンク足んない。足んないかも。ちょっと足んない。お願いします。おい。さあライトもね。塗れるかな、上手に。よし、できたよ。はい、できました。はい。はい、じゃあ見せてもらっていいですか。はい。はい、じゃあライトも見せて。あ、いいね、きれいきれい。オッケー。じゃあこれをですね。はい。はい、じゃあ行きましょう。じゃあママトンは。はい。ママトンここ。いきます。はい、せーの。ポン。ポン。じゃあライトこっちから。ライトこっち来て。よいしょ、よいしょ。ライトこっちで。じゃあ行きますよ。ここに、せーの。ポン。そう。いよいよ、グリグリグリって。いいですか、離して。いいんじゃないかな。いきますよ。せーの、よいしょ。お、あ、いいじゃん。きれい。お、きれいきれい。ライトも、せーの、よいしょ。おー、きれい。あ、きれいきれい。いい感じです。キャンバスができました。ちょっとこれ、付け足します。はい。お、くすぐったい。くすぐったい。くすぐったい。すごい。赤ちゃんが今動いた。動くかもしれないね。動けるかな。結構大きくなってて、くすぐったい。すみません。すみません。はい、ということで、はい、ママトンの中にキャンバスができましたんで、はい、ティラトンのキャンバスができました。じゃあここにですね、はい、僕とライトンが一緒にですね、筆入れをして、はい、最後仕上げをしたいと思います。はい、じゃあライトン行きましょう。はい、くすぐったーい。二人で何ができるんでしょうか。楽しみです。だんだん何名か分かってきましたね。分かる。赤ちゃんくすぐったい。お、動いた。動いた。今動いた。危ない。おー、大丈夫か。反応しております。反応した。怖い。大事なところ。怖い。ちょっと動かない。ママトンも動かない。はい。ママトンなのかベビーちゃんなのかいいかな。最後文字入れします。はい、完成でーす。できたー。すごい。できました。じゃあアップでどうぞ見ましょう。どうぞ。はい、こちらがですね、マモトンの中に描いたですね、パパトンとライトンの力作マタニティペイントです。じゃじゃーん、ということでですね、ちょっと説明させていただくとですね、この最初にですね、キャンバスに描いたこの緑とブルーと、はい、レッド、赤とピンク、これゾウさんなんですけども、これですね、実はよく見るとこれ手形なんですね。はい、ピンクの手形はママトンの手形、青と赤のこれはライトンの手形で、緑のゾウがパパトンの手形と
いう感じで手形をですねうまく使ったマタニティペイントでございます。ライトンでこっちがベビトンだね。そうだね、まあ、ベビトンの、まあ、一応イメージということでございます。ベビチュアでベビトンが24周ですよと、はい、いう感じでございます。さあ完成。すごい、かわいい、カラフルにできたね。できた、いいね、カラフルな像で。カラフル像いいよね。かわいい、かわいい。ちょっと目の点々が気になるんですけど。まあ細かいこと気にするんだ。ライトの時できなかったからすごい嬉しい。これは思い出になりますね。なんで俺だけ描かなかったんで。その時ね、マタニティペイントっていう文化がなかった。あ、そうだね、そんなに流行ってなかった。流行ってなかった。知らなかったもん。ね、かわいいね。うん、かわいい。うまくできましたね。できました。おーい、完成。はい、というわけで今回はマタニティペイント、パパトンとライトンにやってもらいました。ママトンもね、この手のスタンプで参加できたのでよかったなと思います。すごいね、可愛くて思い出に残るものができたなと思うので、もしね、妊婦さんとか、まあ、これからね妊娠する予定の方もぜひ思い出にマタニティペイントどうでしょうか。はい、はい、結構簡単でした。そうですね。うん、簡単だね。このね、手のスタンプすごいいいね。楽。うん。一から書くのもね、なかなかすごいけどね。これはこれで味が出ていいなと思います。はい。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。